官房長官などを歴任し、参議院のドンと呼ばれた青木光雄氏が昨日亡くなったことが関係者への取材で分かりました。89歳でした。青木氏は島根県議を経て、1986年に参議院議員に初当選し、小渕内閣などで官房長官を務めました。小泉内閣では小泉氏を牽制しつつも協力関係を築き、 2010年の引退後も参議院に影響力を持ち続けていました。